はい、先月の新潟市の飲酒動画、始めていきますけども、これなんだこれ。ですね、とうとう買いました。じゃーん。ジャック・ダニエルの、二重のね、二重構造のマグカップ。これヤフオクでね、1900円ぐらいで買いました。まあ、これでね。ただね、これね、正直、チャチー。結構チャチー。結構ね、なんか、重量感があるような気がしたんですけど、全然ね、もう、めっちゃ軽い、これ。めっちゃ軽い。これ安物ですよ、これ多分。かなり安物です、これ。ね、これ見る限りだとね、すごいいい感じのね、重そうな感じなんですけど、実際手に持ってみると全然軽い。今回は飲むのは、オリオンドラフトビールです。ニュー、これね、前も飲んだ気がする、飲んだとは思うんだけどね。まあ一応ね、アルコール度数 5%、沖縄と書いてあります。原材料、麦芽とホップと米とコーンとスターチ。醸造元、オリオンビール株式会社。販売元がアサヒビールとなってます。これね。で、容量が 450ml。ってなってるから、結構ね、入るんですよ。結構入るんだけど、なんかね、チャチ。正直言ってチャチ。ものすごいチャチ。なんか、ものすごい軽い。チャチ。簡単に言うと、チャチ。ものすごいチャチ。ので、あんまり、これをおすすめはしません、俺は。これ、オリオンビール昔飲んだよなぁ。あ、一応あれなのか。ニコニコ動画に上げたと、だいぶ昔です。多分、ヨウツベの方にはあげてないっぽいね。そうじゃ、乾杯。あ、飲んでましたね。三つ星。酒好きな、俺の飲酒動画、パート57という。結構あれだね。ちょっとあれが変わってる。瓶ちゃうわ。缶が変わってるわ。でね、あとこれね、この口に、が結構この、熱いんですよ、このあれが。口当たりが。口当たりのこの部分が熱くできてるんで、ちょっとね、微妙。なんか微妙。オリオンビール。まずくはない。ちょっとね、なんかリンゴっぽい。香りがなんかリンゴっぽい香りするな。オリオンドラフト。沖縄県で一番売れているビール。オリオンビール。
あ、このね、このタンブラー、まあ、二重構造っていうことで、多分中が真空なんじゃないかなと思うんですけど、あまりにもこのチャチすぎて、なんか本当に真空なのかちょっと怪しくなってくるレベルですね。この音、なんかもうね、結構ひどい。軽さからしてね、なんかしょぼいんだよな。やっぱあのサーモスのタンブラーと全然重さが違うね。出来も違う。出来っていうか。いろいろ違う。やっぱ重さでしょ。やっぱこんだけさ、でかい。450ミリリットルのやつなのにさ。ね。全然軽いの。これが。やっぱもうちょっと重量感欲しいよな。個人的に。まあでもオリオンドラフトって書いてあるけど、生ビールって書いてあるけどさ。生ビールなのはいいんだけど、爆が 100% ビールではないんだよね。まあ、いわゆる、朝日スーパードライと同じかな。スーパードライもほら、あれが入ってるでしょ。なんだっけ。コーンとかスターチとかホップ、爆破とホップ以外で米とか入ってるでしょ。まあ、それに近いかな。でも個人的に、この、オリオンビールでやったとこの、夏一番っていう夏の時限定の、アルコール度数 5.5% の、多分これは、確か生ビールじゃなくて、麦芽 100% ビールじゃなかったかな。うん、麦芽 100% ビールですね。こっちの方が美味しいかなとは思うんですけど。多分。にしても、ここの口当たりがこれ、厚すぎて、分厚すぎてなんか嫌になってくる。嫌になってくるな。これ2000円出して買ったのに、くっそー。マジでチャッチーわ。チャッチすぎ。味はね、別にまあ、可もなく不可もなく。なんだけど、なんか物足りないな。久々に飲んだけど。ちょっと、なんだろう、薄味。香りも弱いし、なんか、薄味。香りも麦の香りそんなにしないし。微妙。これ微妙だな。本当に微妙だな。なんか微妙すぎないか。もうちょっとこう、かなり軽快すぎてなんか、あれだね。薄い。これアメリカのバドワイザーみたいな
感じだね。微妙。これはあんまり美味しくはねえな。美味しくはねえな。そこまでまずくはないんだけど。別にまずくはない。コクがない。甘みも、特にない。香りも特にない。まあ、おすすめはしないこともないけど、まあ、普通だな、これ。はい、1、3、2、3です。ご視聴ありがとうございました。